NHKKSB 共用中継等、RNCRSKOK、OK、TSC 共用中継等佐ヌ白鳥中継局は、香川県東香川市の公平山にある、テレビジョン放送の重要中継局であり、佐ヌ白鳥駅南方にも西日本放送ラジオの中継局が設置されている。名称は、 NHK のもので民放の名称は、さぬきを観察白鳥中継局である。地上デジタル放送におけるこの送信書の電波法に、定める放送区域は、香川県東香川市、さぬ市の各一部、約8800世帯である。具体的には、東香川市内の沿岸部と、この中継局からそこへ至る、内陸部、国道318号、 香川県道40号白鳥引田線、国道377号の沿線である。この中継局の放送区域の内沿岸部は、機関局、小戸島中継局の放送区域でもあり、受信環境に応じて、いずれかの中継局を受信する。この中継局もデジタル放送開始に合わせて、全国的に行われた現行アナログチャンネルの移行。 いわゆるアナアナ変換の対象となり、2003年8月21日より対策を開始、2003年10月20日には旧チャンネルを停破し、新チャンネルに移行した。対象となったアナログチャンネルは、NHK 高松総合、NHK 高松教育、西日本放送テレビ、瀬戸内海放送、山陽放送テレビ、岡山放送、 テレビ瀬戸内の6曲7波である。対象世帯は5082世帯である。この中継局は全局が UHF ローチャンネル隊を使用していたこともあり、アナログチャンネルの全チャンネルが対象となった。ただ、TSC はこれ以前には地局しておらず、このアナアナ変換では新たにアナログ局として開局した。そのため、 佐ぬ白鳥中継局はこの穴穴変換時から全局が地局する中継局となった。この穴穴変換はこの地域で、小戸島中継局等とともに、地上デジタル放送が開始されるかなり前に行われている。全チャンネルが対象となっていることからわかるように、これは近畿広域圏で地上デジタル放送を開始するにあたり、 スピルオーバーした電波がこの地域でアナログ放送に渾身をもたらす可能性があることから行われたものである。アナアナ変換は2003年に行われているが、この中継局で地上デジタル放送が開始されたのはそれから5年以上後である。ただ近鉱山親局及び前田山からは2006年12月1日よりデジタル波が出ているので、沿岸部や そこに近い一部地域などでは、デジタル放送が視聴できた地域がある。さぬき白鳥中継局は、小戸島中継局に次いで、香川県内4局目のデジタル化で、2008年4月24日に、総務省より、予備免許交付、5月12日11時には、視聴可能な試験放送を開始し、翌月6月1日に本放送を開始した。中継局は、 東か川市南部の高平山にあり、すぐ南は徳島県阿波市に接している。高平山は標高約650メートルで、中継局はその東尾根標高580メートル付近に存在する。なお、物理チャンネルは、テレビ瀬戸内が渾身を防ぐため 46CH になっている他は、金鉱山送信所と全く同じである。 ABC 国総合通信局、地上デジタルテレビジョン放送局の予備免許、総務省、8月中に開始する、アナログ周波数変更に係る、受信対策地域の概要、総務省、地上デジタルテレビ放送中継局、ロードマップデジタル放送アナログ放送。ありがとうございます。